チンピチンピは、本来中国では、熟した、ミカン化のマンダリンオレンジの火皮を干したもので、漢方薬の原料の一つ。日本では熟した、ウンシュウみかんの火皮を乾燥させたもので代用している。日本薬局方においては、ウンシュウみかんまたは、マンダリンオレンジの成熟した火皮と定義されている。薬用目的として製造する場合、古くなったものもしくは、陳急な火皮が良いということから、 チンピと呼ばれ、未成熟の青い皮を干した花器は、青皮と呼ばれる。成分として、ヘスペリジン、ルチンなど、フラボン配当体が挙げられる。血圧効果作用もあり、漢方では、方向性検移、鎮外薬として、食欲不振、嘔吐、頭痛などに対して用いられる。外皮を陰干しして乾燥させ、1年以上取った花器が、気薬として利用される。 漢方包材ではニチミ油、ロくクンコ油、補チュウエキキホズミマルなどの成分として配合される。うんしゅうみかんの火費を乾燥させた、比較的新しいチンピは薬味に使われ、七味唐辛子の材料の一つとしてもよく使われている。鹿児島県奄美大島では、主に単缶の皮を干して、薬味として使用しており、奄美料理で最も有名な、鶏飯の香りづけに欠かせない。 他にも風味付けのゆずの代用として、味噌に混ぜて、合わせ味噌としたり、炒め物、漬物に加えることも行われている。中華料理では、配合粉末スパイスである、五香粉の補助材料の一つに加えられる場合がある。関東料理、特に、純徳料理では、チンピを細切りにして、結魚などの蒸し魚や貝類の蒸し物の上に、ネギ、 唐辛子などと共に散らしたり、チンピガモと呼ばれるアヒルの煮物に使われたり、牛肉などの肉団子に混ぜたり、白粥に入れて煮たりする。また、水にさらして塩漬けにした後、砂糖、肝臓等で味付けした急性チンピなどの菓子あるいは試行品が販売されている。茶と組み合わせたり、単独で、あるいは砂糖などを加えて、茶外茶として飲用にすることもできる。 ありがとうございます。